長野県道449号上、武田旗線の北端から600メートルほど、南側地点で北方向を撮影長野県道449号上、武田旗線は、長野県東地区郡山形村と松本市旗を結ぶ一般県道である。周辺は、下バルス水下の耕作地となっている。県道として指定されているが、 道路としての実態は山形村集落内を除いては1970年代初頭に農業構造改善事業により築造された農道のままで山形村集落内を含めて福音の狭い部分がほとんどである。このため通行車両は水田、添削畑の間ですれ違うためには強く徐行しなくてはならない。この間の通過車両は東方、 約250メートルを並行して走る指導旗98号線を通行するものも多い。この県道449号線は、長野県道315号旗北大妻、豊品線と国道158号との交差点に接続することで便利な道路になるが、現在ではアルピコ交通上高知線の線路に、 踏切が作られておらず、国道158号とうまくは接続していない。なお、東道路の拡幅及び踏切の設置など改良がなされた際は、国道158号と交差して、長野県道315号畑北大妻、豊品線と直線上に接続する線形となり、地域の南北をつなぐ幹線になる。また、この県道315号線を700メートルほど北に進むと、 松本旗道路で計画されている、波田インターチェンジ出口に接続する。この地域で南北をつなぐ幹線は、この県道の西方、約2500メートルにある、長野県道25号塩尻鍋割穂高線である。しかし、この県道は、一部で昔からの集落を通過するため、狭隘な区間があり、多くの区間で歩道が設置されていない。なお、 東方約 3.5km から 4.5km に並行する長野県道48号、松本環状高架線は、歩道付きの片側1車線道路として整備されており、大型トラックを含めて車両通行量はかなり多い。現在まで、この道路と国道158号を接続する交差点は、アルピコ交通上高地線、下島駅の東側にある。この交差点は、 国道と電車線路が接近していること、国道の交通量が通常は多いこと、県道と国道の高低差があることから、慎重な運転が求められる。指導旗98号線と、急故障、和田道の十字交差点で進行している工事、交差点を南方から撮影県道449号線の東方、約250メートルを並行して走る道路である。北端は、 国道158号との T 字交差点で三神社信号がある。この県道が指定されるまでは、旗東部と山形村を結ぶ幹線道路の一つであり、かつては山形街道と呼称された。このため、現県道とこの市道のいずれを県道に指定するかについての協議もあった。国道158号との接続の良さから、この道路を通行する車両が多く、 県道の改良工事が行われない反面、むしろ現在は年次計画でこの市道の拡幅、歩道設置工事が進んでいる。2017年には、旧古障、和田道との交差点を拡幅し、右折車線造成、歩道設置の工事を行っている。計画中の道路、ありがとうございます。